皆さん、こんにちは。好きを仕事にする大人塾、かさこ塾塾長のかたと申します。今日は、占い師、かれなさんにですね、どうやって占いで食べられるようになったのかという話を聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。えっ、ー、と、長崎県長崎市、えっ、ー、と、メガネ橋という観光地のすぐそばで、えー、占いサロンをやっています。占い師のカレなと申します。今日はよろしくお願いします。 すごい、長崎で占い師なんて、なんかもうそれだけでかっこいい感じがしますよね <laughs>。ありがとうございます。もう占い師になってから何年ぐらい経つんですかはい、えっとですね、私、その前に会社員を18年やってまして、会社を辞めて自分で独立したのが2013年になります。あはいはい、なので、まあ、来年で10年になりますね。<あ>はい じゃあもう10年ぐらい。会社員っていうのはあのどんな業種、占い関係とかですかいやもう全くまあ占いとは縁のゆかりもない仕事をやってますあ。じゃあ全然占いとは関係のないところから占い師にこう転身したって感じ、はい、はい、そうですね。 と思わず多分そこにずっと定年までいるだろうなっていうぐらいあの淡々々と日をそうなんですね。じゃあなんでまたこうねその普通のまあ普通のっていう言い方はあれかもしれないですけど普通の会社員で <laughs> 定年まで勤めると思っていたのになんか占いやってみようかなって思ったのは何かきっかけがあったんですか ちょっとその頃ろ、まあ、本当に女性ばかり何百人というすごい大きな職場にいたんですけど、はい、ちょっと、まあ、特有のこういじめに近いような、まあ、職場の中でそういうことが起きて私直接自分はいじめられなかったんですけどなんかいじめられてる人を見ていくうちになんかもう次は私の番かもしれないみたいなちょっと精神的に追い詰められていってうつっぽくなった時に 私実はその時にねあの占い師さんに相談に行ったわけではなかったんですけどね、うんはい、でももしかしたらその当時にな家族でもないしなんか友達でもない第三者になんか相談してたら気持ちが楽になってたのかなっていうふうにはね思いましたでその頃に正直本当に現実逃避のために行ったのがたまたま占いの勉強で。うん そうですね、まあ、占いとかカウンセリングとか心理学とかもうなんか自分が苦しかったのでこう勉強に行った先であなんか占い師という生き方とか職業があるんだっていうのをなんかそこで初めて知った感じにはなりました、うん、あと占いを仕事にできたら会社を辞められるかもしれないっていうのそういう理由です <laughs> ちなみになんかこう小さい頃から占い好きだったとかそういうのあったんですかはいあんまりそういうのもなくてまあ普通の多分その辺にいる普通の占い好きみたいな感じだったと思いますなんかじゃあすごいですまあなんかねあの昔はもう大好きで大好きでいつか占い師になろうと思ってたけど、まあ、占いなんじゃ食っていけないから会社になってっていうんじゃなくてまあそこそこ興味あったけど別に それほどの興味があったわけでもなく、普通に会社員になって。うん、いやー、でも、それでじゃあ、初めはじゃあ会社員として勤めながら、副業で占いをやってるような感じだったんですかね。はい、そうですね。あのまあ、勉強をしながら、えっと、まあ、並行して、まあ、いつか占いで生計を立てるのであったら、やっぱり経験を積もうっていうふうに、うん。 思いましたので、勉強もしつつ、まあ、お客様紹介してもらったりとかっていう形で、まあ、本当に少しずつ始めていきましたね。でそこからもういつかもう会社を辞めてやるっって辞めたんですかねえっと結構何年かはかかったんですけど、はい、その副業でやってる最中にえっとまあ あのフリーペーパーのこう占いのページを書きませんかとか自分自身でもこう企画をしてこう他の業種の方とコラボをしてこうイベントを開催したりとかえと講師のお話もいただいたので私あの福岡まであのカルチャースクールの講師としてこう教えに行ったりとかっていうこともはいしてました。ややはりり最初の頃ってやってぱりこう 利益より経験値を積もうというふうに思ったので、うん、まさに赤字の仕事でも,もう来るお話はもうたくさんたくさん引き受けてました、ねうんあ。じゃあ、もう初めは、とにかく経験、もうその利益とかよりもまず経験を積んで自分のこう実績を積み上げていく方をこう重視してって感じなんですね。そそううですねでそのうち まあ副業としてやってた占いが、本業を、まあ、超えたらやめようかなと思ってたんですけど、はい、ただ実際、本業もやって、副業もやって、で勉強も行ってましたし、でえっと、イベントの主催とかもしてたので、まあ、実質はもう、時間がそのうち24時間では足りなくなってしまったので、会社、まあその、そのうちやめて一本にしようっていうのは、あのなんとなく思ってましたね。 はい、そこからまあ実際に辞めて独立したっていうのが2013年になります、うんで。それはちょうど、えっと、私は西洋先生術というねハロスコープという星占いをやってるんですけど、まあ、その辺りも自分でこう星を見たり、まあ、私の先生に相談しながらいつが起業するならあ<ー>いつがいいかっていうタイミングはちょっとそこを計こりながらやっていきました。 じゃあ会社を辞めたとき、ある程度副業でも、占いで稼げるようにはなってた感じですかね。そうですねあのやっぱり少し稼げるようにはなってたんですけど、今度はこの時間のやりくりがやっぱりできなくなったので、<ー>この問題まあ、童話がいても、やっぱ上限っていうのがあるなっていうふうに,確かに、うん、思いましたね。でも1年は悩みました、そのいつ辞めるかっていうことも。ですよね。 特にやっぱり長いこと会社員だったのでいやそのね会社員として副業をやっていればプラスアルファの収入にもなるし安定した収入も得られるし、うんでまあ、特に辞める必要がなければこのままでもいいんじゃないかみたいなのもありますもんね。そうですねちょうどまあ背中をこう押してもらえるような出来事が。 ありまして、えっとまあ、その時って本当にこう週末に、まあ、占いでイベントに出たり、えっと、仕事が終わった後に、まあ、夜あのに夜、まあ、いわゆる路上で占いをしたりとかしてたんですけど、えっと、ちょうどその時になんか、まあまあ、私のことを、ね、すごい応援してくださってる中お友達の人がです、ね、あのたまたまこうイベントに来てくださった時に。 あのまあ全然本人は全く悪気はないとは思いますし <laughs> そういう方なんですけどなんかね所詮掛け持ちだよねって言われたんですよね。ああ <laughs> その時にあすごいグサってきたんですけどでも同時に結局世間からの評価ってそうなんだろうなって思ったんですああこの方だけじゃなくて周りの人から見てもまあちょっとこう腰掛けというかまあなんか片手間でやってるみたいな風に。 なんかそういうふうにやっぱり周りから見られるのであったらなんかやっぱりこう自分の本気度っていうのをこう分かってもらうためにはどこかでこうちゃんと一本に絞ってやっぱその肩書きで仕事するっていう風にやっぱかじを切らなきゃいけないかなっていう,うにあにその時にすごくショックなのと同時になんかすごく自分の中であやっぱりいつかはっていう風にスイッチが入りましたね。 いやーそれ僕も会社員しながら副業長いことやってたので、やっぱ似たようなこと言われたことあるんですよ。うん、なんか、どうせ会社員だから片手間でやってるんでしょみたいな、ほんとに悪気はなくて、だからやっぱ、ぐさっときますよ。なんか試されてる感ていうか、覚悟ないのかって言われてるように思う、ね。<laughs> なるほどね。じゃあ、そういうこともあって、 じゃあやめようということで2013年に。うんはい、それからもう独立して割とすぐに食べれるようになったんですかいやえっ、ー、とですねあ。あともう一個ちょっときっかけのお話をさせてもらってもらって、はいですかどうぞどうぞ。はい。えっと私多分ちょうどその2012年ぐらいに、はいえっと、インターネットの保険会社ですごく有名なあのライフネット生命ってありますけど。 あの社長さん前の社長さんのッ、はい、チさんという方の講演をたくさん聞きに行った時に、はい、えっに、と、その方がですねあの59歳、まあ、60約60歳で起業をされてでそれが日本でそのいわゆる独立系の生命保険会社っていうのを初めて戦後初めてっていう保険会社を作られたっていうお話を聞いて。うんうん あの60歳から始める人がいるんだったら私まだ30代だからあまだ若いなって思ったんですよね。うん、でその方のお話はすご,いあのすごく良かったのでなん,かなんか講演会の主催をさせていただいたんですよね。うん、そのなんか、まあ、それはなんかもう本当にこうあの日本全国呼んでいただければどこでも行きますよっていう感じだったので、うん、じゃ私が主催していいですかっていうことで主催させてもらったんですけど。 なんかやっぱりその出口さんとの出会いで、本当に60からでもその起業とか、新しいことすのがねすごい刺激になったので、実際にこう私、いつ辞めたらいいんですかみたいなのもなんか相談させてもらったんですけど、やっぱりね、ちょっとその方との出会いがなかったら、やっぱりちょっとこう安定捨てられないなとかま、あまあそんないつか、いつかってそのうちいつかみたいな。 ぐらいだったと思うので、ちょっとなんかこういい,いいタイミングでなんかお会いしたなっていうふうには思いましたね。なので、の結構、そ出口社長には感謝してますし、先ほど私にあの掛け持ちだよねってあの言った方が、実はその後、私があのお店を出した時に、一緒に共同で、うん、あの一緒にサロンを持つことになったので。 はい、なので、なんかそのきっかけになった人も、実はなんか、まあ、占いのお店をそのうち自分でやるみたいなので、じゃあもう一緒に借りませんかみたいなにあに、あの今、共同経営者みたいな感じで、不思議だなと思いますね。<laughs> じゃあ、そんなね、いろんなきっかけがあって、やめて、すぐにね、こう占い師だけになってこう、ね、生活費が稼げるような感じだったんですかね。 えっとですね、私がすごくラッキーだったのは、会社を辞めて、ちょっとすごくあの忙しかったので、本当はちょっとこう、1年ぐらいちょっとゆっくりしようかな、あはい、まあそれこそを出す準備とかも少し時間をあけようかなって思ってました。はい、なぜかっていうとですね、あの本当、占い、ね、やりたい人は知らない事実だと思うんですけど、あの占い師って物件化してもらえないんですよ。ああ。 なぜならやはりこう社会的地位というのがですねあまりあの商売なのでなかなか不動産屋さんでやっぱりこう貸してもらえないっていうのをあの聞,いてもま聞いてましたし実際ちょっと友達の占い師もすごく物件借りるのになんか苦労をしてたのでうん、うん、ちょっとこれはまあ難しいなだからちょっとまあゆっくり探そうとか準備をしようと思ってたんですけどあの会社を辞めた2ヶ月後に。 あの物件借りませんかっていうお話が来まして、たまたまこう、まあ、リニューアルで新しいこう施設ができるときに、なんかまあちょっとここに占い師さんいるといいよねっていうお話を、ーオーナーさんからで、オーナーさんから別の方のお話をされたら、じゃあ、カレナちゃんはどうっていうふうに、あと紹介していただいたので、<ー>なので、本当に自分から探す努力を何もせずに、 あの向こうからのお話だったので、もうこれを逃したら後はないと思ったので、もう会社を辞めただから、もう,もう2か月後にはもうサロンを出すみたいな、うん、すごい恵まれまれしたただ一方ではね、まあ、サロン、限られたのはいいけれども、まあ、賃料も払っていかなくちゃいけないみたいなのと、うん、その売上をそれ以上伸ばしていかなくちゃいけないみたいなのは、うん、割とこと初めからうまくいったんですよね。 それがですね、まあ、やっぱりですね、あのー、それまで月10万円稼いでたのが、時間が倍になったから20万になるみたいなね、そんなね、うまくはいかないので、そうですね、ちょっと難しかったのが、その私がお借りした物件があの、看板を外に出せなかったんですよね。<laughs> ちょっとこうオーナーナさんの意向で<は>私の だけけでではなかったんですけどちょっと他の店舗さんも、ちょっと看板を出すのに NG がかかってしまったので、本当にもうお店にただいるだけでは絶対にお客様が来ないので、ここでもうネット集客しかないというふうに見ました。なので、まあ、本当にその当時、お金がなくてできることっていうのは、やはりこうブログを書いたりとか、あはい、まあでも当時はやっぱりインスタグラムとかもやっぱなかったので。本当にそうですよね。 アメプロぐらいしかなんかできることはなかったような気がしますね。なんかブログを書くぐらいでしたけど、まあそれを、それをやるくらいだったんでしょうかね。あとは自分自身が外のイベントに行ったり、外の仕事をしながら、最初は本当にちょっとこう、家賃はちょっとこう、外で稼ぐみたいな感じが続きましたね。 またちょっとその先ほども言いましたけど、共同経営で多少家賃を折半できるあのビジネスパートナーがいるので、自分で全額ではないんですけど、ただし私、ちょっと遠方から通ってるので、家賃と同じぐらいの金額、交通費がかかったりとか。なるほどなのでね、ありがたかったのはね、やはりあの会社員時代の貯金と退職金で。なるほど 実際そこには助けられたと思いますそういう意味ではあれですよね独立する方はある程度いきなりバーンってやっちゃうよりも、まあ、それなりにまあ会社員でも何でも、ねうん、貯金を貯めとくとか、まあ、服用しながらちょっとずつお客さんをとか、うん、ネットも、ね、ブログとかも日々更新をしとけば独立してすぐに、ね、増えなくてもなんか最低限はなんとかなるような感じもありますもんね。うん そうですね、そこは、あの、本当に会社を辞めるときは、もうただもう早く辞めたいとか、<laughs> が欲しいとか、なんかもうやはりこう、そこにやっぱりちょっとこう意識がいっちゃってたけど、はい、でもまあ、よくよく考えると、やっぱり会社員時代の貯金と退職金のおかげで、ちょっと数年はそのなんとかなれたっていうのは、うん、ありました。ただですねやはり 会社員のありがたさって会社辞めてから初めて気づくんですよね。本当そうですよね。<laughs> や辞める直前は本当に早く辞めたいしか思わないんけど <laughs> 私自分自身がやっぱりちょっと安定志向なのもあってもう,もう会社辞めたもう2日後ぐらいにはいやもう来月からお給料って入ってこないんだって思ってそれまでこう当たり前のようにねなんかね入ってきてたものがいやもうないって思うと。 いや本当はね、ちゃんと、まあ、貯金退職金で、別に一文字じゃないんですけど、うん、やっぱりそれまで当たり前だったものが当たり前じゃなくなるっていうことの、なんか、そこは辞めてから初めて気づいたので、<laughs> なのでねあの、そういった意味では、あの起業されるときには、やっぱりこう勢いだけではなくて、<laughs> 最低限数ヶ月とか、まあ、できればやっぱ1年、2年、どうやっても食べていけるっていうだけの。 保険はちょっとあった方がいいかもしれないですねその後、しばらくして、まあ、なかなかつら、まあ、い,いというかね、なかなか外で稼がなくちゃみたいなのもあったんですけど、その後、もう売らないだけで食べれるようになってきたんですかねそうですね、えーっと、もう本当にきっかけって、貯金が底をついてきたんですよ。<laughs> なんかそれまではやっぱり学びだと思って、あのすごいやっぱりこういろんなセミナーとか、あのなんか企業塾みたいなのとか、なんかまあ本当にお金をかけても散々学んだりとかもしてたんですけど、あのやっぱりこう、貯金通帳がなんかそこが見えてきたときに、思って、<laughs> <laughs> あやばい、もうこんだけしかないみたいなときに、確かにその時に、いやいやいや、もう,もう学びじゃなくて実践だみたいなふうに。 思えたので、なんか目覚めるきっかけも、なんかすごい現実的なところで、なんかきっかけで目覚めましたね。じゃあ、そこからこう、なんか気持ちが、まあ、まあ、気持ちが入ってとか、こう、なんかギアチェンジができて、なんかこう、うん、まあ、なんかこう、稼げるようになっていったって感じですかね。そうですね。私そのの数年間の間にまあ まあ勉強の中で、やはりちょっとこう自分自身のメンタルの部分とかやり自分でもこうなかなか自信を持てないでいったこう自分で自分の足を引っ張っているようなそういう,こうメンタルブロックみたいなのもちょっとやっぱり解消するためにやっぱり自分がそこをできてないのに自分が幸せじゃないのにお客様の幸せをどんなに願ってもあちょっとそれは上滑りみたいな感じで。 うん、ちょっとやっぱり自分自身の問題を解決してから、やっぱ向き合おうっていうふうに思ったので、そこの部分も確かにちょうどこう外れた時に、仕事、本当にうまくいき始めたなっていうふうには思います、ね、あじゃあ、いろんな、ね、環境とか条件が揃って、もうちょうどこう自分の準備もできて、こうやっぱうまくいくようになったって感じですね、じゃあね。 ここからは、そうですね、まあ、えっ、ー、と、まあ、実際の鑑定もそうですし、まあ、講師業も当時はやってたので、うん、講師もやって、まあ、えっ、ー、と、連載をいただいてたので、はい、ライターの仕事と、えっ、ー、と、そうですね、なんか、結構やっぱり私の場合は、向こうから見つけてきてくださってのオファーが多いので、その雑誌の連載とか、 あと、えっ、ー、と、そうですね。まあ、企業さんからのお依頼とか、一番大きな仕事として、あの、長崎には、あの、ハウステンボスというね、はい、あの、有名な施設がありますけど、なんか、ハウステンボスの中にある美術館の中で、レオナルド・ダ・ヴィンチと星の物語っていうですね、展示会の中で、なんかその星座のコーナーを、まるっと一部屋、お部屋を作るから、まあ、その中で、こう、ね、プロジェクターにこう映る、 の星座占いとかっていうのの監修をしてほしいってい言われましたのでそのお仕事も本当に向こうの方がこう見つけてきてくださってオファーくださったっていう感じなのでやはりこうネットをすごい頑張るとやっぱりねあの、まあ、私たちもそうですけどほぼほぼ最初にもうネットでググるのがもうねいっぱいなのでネットの露出がやはりちょっとこう多い。 おかげかなっていいううふうに思いますかなりやっぱりネット発信を頑張っていたおかげっていうところで仕事が舞い込んできたっていう感じですかね。そうですね、お客様ももう,もう9割はインターネットで見ました、見つけましたっていう方。ですので、<ー>主にブログとかですかね。 えっと、そうですね、まあブロあのまあ、ホームページがきちんと作ってあるので、ブログでも、えっと、インスタグラムでも、他の媒体でもこう、最終的には、まあ、ホームページの申し込みところに置きます。あと、最近結構強いのは、やっぱり Google マップに、まあ、私はやっぱり実店舗があるので、はいはい、Google マップだと、Google マップの中に載っている まあ、さらに口コミとか評価とかいうところを、うん、なんか口コミが良かったのでとか、口コミのなんか件数が多かったのでとか、<ー>今はやはりなんかそこを見て来られたり、そこが決め手になってるっていう方も多くなってきました。それは10年前だと多分なかったと思うので、あね、<laughs> あの店舗をやはりこう持たれたいっていう方には、やっぱりそこはお勧めしたいなというふうに。 もろ刃の剣ですけどね <laughs> いろいろ書かれてるんでね。確かにねいやーなるほどいや素晴らしいですよねそういうふうにしてね,あのね会社員だったのが占い師としてっていうところであとなんかすごくなんかいいのはきっとね占いの仕事で食ってこうって言って鑑定だけだとやっぱりなかなかこう波もあったりするんでしょうけど、うん、その。 連載のライター仕事をしたりとか、講師業をしたりとか、企業さんの依頼とか、そういうのが入ってくると、なんか鳴らすと安定していったりもするんでしょうね、きっとね。そうですね。ただやっぱりコロナの影響はどうしてもありましたので、はいうん、カルチャースクールとか、やっぱ企業さんイベントとかは、うん、やっぱりもうコロナの年は、ほぼほぼなくなったので、今は。 確かにかん、ま、官邸が一番メインなのと、うん、ま、そうですね、連載の仕事とか、まあ、そのうち、たぶん、その講師業とか、はい。よさは、またこの後にちょっと復活していくといいなっていうふうにはね、思ってます。カレナさんの官邸を受けるには、まあ、長崎のサロンに行くのがたぶん一番いいんでしょうけど、オンラインとかでもやってらっしゃるんですかはい、えっ、ー、と、 やっぱりコロナ禍以降から、えっと、オンラインは導入するようにはなりました。あのー、ただ、えっと、やっぱりこう一番皆さんがこう使い慣れているものとしては、やっぱり LINE が多いので、パソコン持ってませんとか、ジュークングはしたことないですっていう方も多いんですけど、LINE、はい、はほぼほぼ皆さんされているので、はい、のテレビ電話を使って、 鑑鑑定定を<っ>、はい、していますす手相がでできるんですよ写真を送っていただいて、はい、で私もちゃんとこう記入する用紙を作ってますので、はい、こちらの方に記入させてもらってそしてテレビ電話なのでじゃあ,あのご自身の手相を見ながら解説していきますっていう風に手相のお話も。 いきますし、まあ、その後にこにホロスコープとかタロットとかっていうふうになんか違う占いも合わせてまあほぼほぼ対面と同じような内容をあのテレビ電話でもやらせていただいてるっていう感じなるほどね。素晴らしい。じゃあ何か最後に宣伝があればぜひ。はい。ええー、そうですね。なんかやはり今回あの どうやって占いで食べていけるかっていうときに、うん、私自身が結構こう専用先生術というのがとてもしっくりきたので、うん、やっぱりそれを使ってあのねその人らしい生き方っていうのを自分自身で見つけてみて自分で実践してみましたうさ、ん、ぎ、えっと亀でいうところの本当亀タイプなのでもう私自身はもう自分が時間がかかるとかあんまお尻叩かれてやるの向いてないんだなっていうのも分かった上でやってるので自分の星から自分のらしいなんか 働き方を知っってうまくいったタイプでですのでなのであの皆様のねあのお仕事をどういうふうにこう,うまくいったらいいかっていう時に西洋先生星術とかがすごく役に立つと思います。でご希望があれば本当全然手相もタロットもやりますしそうやって皆さんの働く価値観とかあと顧客のターゲット設定とか環境,のし環境とか発信の仕方とか、うん 仕事がメインの生き方がいいのか、趣味とか楽しいことが先行なのか、1人がいいのか、チームがいいのかとか、そういったこともね、お一人ずつ違いますので、そのあたりも、ね、お話しできると思います。ぜひ、遠方の方もオンライン鑑定受けてみてください。いやー、素晴らしいです。ちなみに、お値段はオンライン鑑定だとこう何分いくらとかってあったりしますかね。 はいえっと今現在はえっと、60分8000円で行ってますので、それの金額で。はい、リアルの実店舗に行く場合は、もうちょっとお金がかかったりしますかねいええっと、今はオンラインと自店舗は同じ金額でやらせていただいてます。じゃ60分円だったらねなんかあの あのそんなにこうめちゃめちゃべらぼうに高いお金じゃないですし、わりとこうい,い,いい価格というか、ね、リーズナブルな感じもしますよね。私はあの占いで食べていくことが目標だったので、仕事としてずっと一生やっていきたいなというふうに思ってますのであの、多少ね、テイク機構があったとしても、やめずにもう飽きないは飽きないというぐらい、飽きずにこう。 コツコツと、ね、地道にこの後もやっていきたいと思ってます <laughs> いやや。やっぱりこう、占いで鑑定したり見るのがやっぱり好きなんですかね。<laughs> そうですね。なんか、そこからいろんな方のこう可能性が広がっていくところが私、すごく醍醐味だと思っているので、なんか、いい悪いっていう占いではなくて、よりご自身らしい人生を送るお手伝いをさせていただけたらなと思ってます。 いやー、素晴らしい話を今日はありがとうございます。はい、ありがとうございます。というわけで、今日は長崎の占い師カレナさんの、えー、お話ということで、ぜひ興味のある方は概要欄にカレナさんのホームページとかね SNS とか貼っておきますので、ぜひ気になる方はチェックしていただければなと思います。今日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。